巨峰ソーダっていうね、一気に二つの味を楽しめるメントスがね、コンビニに売ってありまして、衝動買いしたんだよ。普通にうまい。うまくて止まんねえよ、何個も食べちまう。本当にそんな都合よく助かったんですかあなたそこに。本当ナイス。 そのボタン押しました私のジャケット姿からの面影が一切ないあったなですか。ナイスボツ釣れますよこんなねメインに湧いてたまたまメインのゴミスタスクあるなんて都合が良すぎるんじゃありませんかねなので人外です 硬いどこへ行った <laughs> 消えたえーそこ入るの。ちょっと隔離するか通行止め <laughs> 通行止めにしといてああやばい照れんだ急げ急げ うん、ナイス、ナイスボダン、当たます。怖い。何をしてたんですか。あれマくんが通信室のダウンロード押しに入っていったのを見たんで、僕が閉じ込めてました。ああ。ちなみに一旦目僕がメインゴインバックタスクやってる時何やってたんですか。あれも伊豆さんが部屋に入っていったんで閉じ込めてました。 閉じ込め係か。そんなん仕方ないな。本番か怖いです。うん、いや、僕があのその2人を間接的に守ってるんで。うん、確かに。あ確かに。ラリ、うん、はあるかなって。岸に停電直し、停電直しました。ナ、うん、イスナイス。これラ利です。<laughs> なお、伊豆アルマがインポスターの可能性もあるもよ白四郎ですかもしかして。4人はいたな。僕含めて5人。これ、まさか僕インポスターで白郎介してるか。 いいじゃないですか。誰も死んでないんだから。やめましょう。人が死ぬ前から疑うのはね。まだこのゲームは、アモンガストはなくてですね。雑談をするパーティーゲームなんです。タスクをしながら、小粋なトークを挟んで、旗ゲーム。ん,んこれタスクどこだおーシャーネ直しに行こうか。えぇ、ー、早すぎまルと。 の中でで死んましたバイタルあります停電入って1秒とか2秒とか。ってことは。一回ね通りすがっちゃっててあの停電鳴った時ぐらいに光っていてで通りすがってメインの左側に行っちゃったんだけど戻って暗室の中入って暗室で確認って感じ暗室の中で死んでる。間違っていいま同時からら秒くうん停電って割とすぐ治ったっすかねこれ。 治ったまあ、あ3秒で、ねうん、ぐらい停電が鳴る前、鳴った後で、タロシンと見合ってるんで、タロシンにはしろってますね。それやったら、その情報は。あアルマ君も、うん、あ、そうシャワーに置いてかって、そもそも、ね、ネロちゃんに置いてかれてますうん。うん、<laughs> シン様、うん、まあ、すぐ治ったからの動きですよね。 うん、おしね、こうと思った。らすがのちゃん。いや、そう、アーカイブシャワー、アーカイブシャワーって。アーカイブで立ち止まってなんか感じされてたもん、一瞬。まあ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 。多分、キルーはできないから、キーはできないで、俺、メインの右のドアを、メインの右のドアを開けて、えっと、メインの左側に行ってってるんで、で、停電になる前にドアを開けて入ってってるんで、ほぼ、 犯人はメインの左側か、ベントか、エレキかの3択。まあ、藤宮エレキいます。シャワーにアルマ残して停電前ぐらいかな。で、メインの配線やってからエレキ降りて、エレキバイタルの扉が閉まってるのを確認して終わり。うん、閉まってます。はいはい。現実、ちょっと不可解なところだけ言うと、私はネロリンゲンでメイン脇なんですね。で、アーカイブのダウンロードやった後は貨物まで流れてるんですけど、リンさんってメイン脇なのに安ンシテ死に出るんですよね、この段。そうっす。だから、 最初にアンセスやらなかったんだっていうのはちょっと不思議。60秒経ったと思い込んで取りに行ってるかもしれない。ああ、確かに。絶対立ってないけど。絶対ってないぞ、俺も。一応確認しとこうみたいな。停電って伊豆さはい。カモツレ直しました。伊豆さんに絶対しろできます、打てます。僕が。まあ、停電入る前ぐらいから多分、ハタさんと一緒に貨物の配電盤前。パシさんは あ、僕はだからアーカイブでさっき慎太郎アルマン最近やね。アルマンズシーン。シーンかなこの右3人。で、イソハタがカモツ。左は私なんで左、あ、どうぞ。ね、あゲームは多分見られてるんじゃないか<っ>私ダウンロードなんでシーンしあ、見てる見てる。僕はゲンさんにしろ打てると思うよ。うん、あ,あ、結いるわーって思いながらやってました。影丸バイタルね、ロッチャンレポテから。サントス武器庫サンフジサンフジ,サンフジかな,かな せやねまあ影丸君は本当にバイタラにいそうな出し方はしてたけどどうかなって感じうんまあ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 藤の方に行けば藤さんどっちかレア系を追うんだったらまあ影丸ネロ渡りになるかなえい何このリアクターは まさかここにいたら危険か私死ぬのかなんとなく右で。今から人が死ぬわよ。通報待機。犬さん バイタル見て10シェフさんはちょうどエレキにいましたうんうんで一応エレキの中を通ってしたい探しでメインの真ん中ぐらいまで行ってしたいを見つけてるふみはメインエレキセキュキッチン武器庫エンジン縮小証拠切って言って見てないからまあメインシャワーとか行ってそうかなと今回結構浮いちゃってるんだけど俺左側にずっといました左側には来てないんじゃないかなと思います ヌーン乗ったのは？あ、藤宮が最後、かけまるが左にいることを確認して、藤宮乗って終わりぐらい。右から左に乗った人、うん、それは僕です。あそれはかけまるさんか。伊豆さんが昇降機右にいるのを確認して、左行って、僕が直しました。うん、まあリアクターになってちょっと経ったぐらいに死んでるくらい。えっ、うん、と、僕が正好きに左にいるを動かすときに最後、ギリギリで右に入ったのは誰ですか、うん、僕じゃない昇降機右いよね。うん。うん 僕シン新太郎か。OK です。は脇ワキどこなんだっけ。脇位置ってかね、エレキにいたのは僕も見てます。シ<ー>エレキか、エレキか。初動エレキなんだ。なんかサンネロぐらいでメインではいて、エレキにガガって降りて、おしゃれなコはハラウンジ、アーカイブっても一人でずっと助けやってましたすみません。僕はキッチンまでガン出して抜けて、キッチン配線ダウンロードアップロードで最後、キッチンのゴミ箱を捨てて終わり。 展望望線線じゃごめん、うんさとこでしたっけ私も、えー、と石油キッチン展望行ってキッチンタスクやって展望入って出る時にネロちゃんと会ってネロちゃん浮いて私がキッチンに残ってます。まあ僕目線伊豆さんに多分白が打てて遅れて昇降機向けに到着してるんで、うん、で僕がメインシャワーアーカイブと通って下屋がないので、ね、僕目線では芦江さんはエンジン方向に行ってるかな すの俺考えればまあ俺やな、まあ、リアクターになってる時にねエレキから席行ったりするのかなって感じ。うん、エンジンだとしたらトス・フジミア・ネロちゃんうーん、ーんになるかな多分一番後ろにいるのが俺になると思う。その、サントさんがどこにいるかわかんないけど最後に。できるで行ったら普通にまあ、フジネロあたりが。怪しくはなるかなと思う。そうで込みで。ちなみにね、さっき。<士><士>うん。 あ,あごめんなさいね。終わって。えっ、ー、とね、さっき、影丸がバイタル見てたって言ってたけど、僕がこのターン、バイタル見たら、使われてたんで、バイタルいたのは本当だと思うから。うん。えー、いい情報だねキルはしにくそう。影丸さん、サボ直してくれたら嬉しいかも。あ、僕、左直してたよ<っ>うーん。まあネロフに、ネロ星さんとセニー、一そは、もしかしたら、2いるかもぐらいのレベルにはなって。 取るねー、まあ、次のキルで決め打ちですかまあ現状伏見屋君っぽくなるよねどうしても両方ともキルに関われるうちにいるからまあでもネロちゃんのスレフも怖いよなリアクター好きやの、ね、えネロちゃん消えたおい死んでる 証拠機右下えっと下あ右の下かうんえっとキッチンブキコ周辺に旗原影がいますのでこの三枚は弾いてください藤宮支店今回無理だよね多分アルマは無理っ置いてかれてる藤宮サントスさんも通信室の中に置いてきてるんで多分届かないですあらじゃあ寝ましてたらもうん無理通信室通信室中じゃないけどはい大丈夫あまあ通信室左だからね左らうライン線 サントスさは多分できないと思う。セーフセーーああ、オッケーオッケー。だから、う、してうん、そうだね。そこがしたいじゃん。シネロかな。うん、ネロシーマ客観あると思うわ。え、一応ネロちゃんって最後どこまで行ったミーティングで6秒前ぐらいに見て消えちゃったけど。ミーティング6にいるよ。あ、奥ああ。まだ小国右だもんね、だって。はしごとか。まあ、降りて弁当しかないよね。 その場合はね。まあ、その場合、藤宮君が見ると思うから、ライン戦で、ね、いいと思うよ。ネロ進化藤宮君の。うん、ネロ進化藤宮さんだよね。うん。まあ、所定をうんだってか、初手をうんだって、俺は。ネロシンか藤宮だったら藤宮つりそだか藤宮に喋ってほしい。まあ、初手きるだと、ええー、原産の主張で、メインのあんすで発見っていうのが違和感っていうのがあって。うん、セルフが一番こいんじゃないかなっていうのが原産の主張から。 一応終わりましたね2キロ目に関しては俺も浮いてるが、まあ、ネロちゃんも左で一応浮いてるから、まあ、同じ条件で今回のキルは、うんまあ、今回もリポートしただけで特に出せないからな慎太郎がまとめたっぽの動きをしてるっていうのが前視点であるんならん、まあ、初手キル含めて僕は今回のキルがサとト分さん無理が藤宮からですえなんでネロちゃんになるのそれで ネロシン、新太郎いの。ネロちゃんレポートしてるからネロちゃんは拭えない。原産の違和感を拾ってあげないライオンだったら俺と新太郎さんになると思うよ釣り対象は。まあまあ別に俺からでも最悪まあ仕方ないけど。原産のね違和感に関してはちょっと次のボタンで僕一個だけ喋りたいことがあるから後で喋ります。昔と一緒かもしれないそれ。ネロクちゃんか。 え本当、まあ、ですか初手だって3人だからねフジミアから入れますけどボタン行きまー<え>あ、ボタン初手ボタン押してたんで右行こうかなまあゲンさんはクルーだと思ってますネロシンかなう,うーんまあネロちゃん大丈夫だよまあ昇降機の右ならさすがにといった感じキングを助けられよかったな まあここで僕がボタンを押させていただくという感じでございますまあどれじゃー本当にボタンを押すのってことあら<ろ> <noise> はいナイスここで慎太郎,をする慎太郎さんを押すなら割と決め打ちたいけどと思ったけど まあ一応ミーティングに影丸くんはいましたね。うん。アルマさんさっきおっしゃりたかったことえっと、リンさんが死んだターンまでって全部平和ボタンだったじゃないですか。リンさんが1、死体目だから。で、はい、えっと、リンさんがあのターンの1ターン前にタスクを、写真タスクをしていた場合、平和ボタンですぐ会議が流れていたから、すぐには回収せず、ーターンの終わりに行って、 で回収しに行った説があると思うからそんなに違和感じゃないんじゃないかなって次のターン写真をやって思いました僕が深いなるほど深い <laughs> で私はですねそれに補足というか追加の思考が一応あってですね <laughs>、はい、えっとその写真タスクを待っていたというのはアルマさんと全く同じ思考でして、はい、えと写真タスクしかなかったからあの移動になったのかなと思ってますつまりリンさんがマット説を押します おおなるほどね。な<ー>まあ,あ<ー>別にだったとしてもな,るほなかったとしてもまああったらラッキーぐらいですけど。はい、まあでもまあ極論結果ネロちゃんはそんな疑ってないっていうころです。そうあの藤宮 V.S ネロシンでシンタロウさんがボタンを押してるからネロシンえっ、ー、とネロシンがほぼないと思ってるから気持ちでいいかなと思ってます。まあ、あとネロちゃんがスルフの場合そのアーカイブ周辺に三人くらいいたの分かってて。 メ最後からシント郎さんとすれ違った上でレポートだから、うん、セルフするのはあれかなって自分で思うんですけどその直前くらいにもしリンさん誰かが見てたら直近って言われてとかもあると思うから、うん、あんまりねのちゃんは釣りたくない,い、うん、で俺その初手切りで立ち返るんだったらサントスさんの白は出てなかったけどフジトスのローラーとかじゃなくて大丈夫とは思ってたけどまあこれで君打ちなら。 てかかそっかほぼできないのか。さっきのキルが、ルがさっきのキルが、シリフの旗底から白出てるからいいんじゃないってあるじゃないうん。うん、なるほどね。まあ3キルとも関われるし、まあそんぐらいです。俺が持ってた違和感は。スキップしてみますか、じゃあ。はい。大丈夫や。合ってるよ。いい判断だと思うよ。影村って結局直したことない。しんもって。シって。<laughs> <laughs> サボは、はい。うん 直してない。直せ頑張りますから。<れ>まあ、前期で藤嶋君の可能性がある以上、相方は誰でも成立するが、ゲンアルは白く見えちゃうな、思考的にはね。ゲンアル白い畑さんシェリフだから、僕目線の容疑者って、まあ、サントス、<え>サントスネロ、影丸か。ライン的なものを考えると、サントスさんも、あ、違う、ネロちゃんも少なるから。 実質3かけ2択レベルなんだよな、まあ、影丸くんの方が濃いって感じ。あ、ここで俺がマットを引きずり。え、直すんだ。じゃあ任せます。<laughs> 俺がマットっぽくなった。まあ別によくて。僕がマットっぽくなるのは全然 OK で。 こんにすはよあっもう入路ひかれがほんまはいはいええエレキの7番から左に行って石油に行くところの縦のところです<っ>うんああはい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 あのんキッチン席のドア開けた人って誰ですかキッチン席のドア開けたの僕です 僕があのキッチン側から石油行って、<ー>今、石油でテープをやっています。あのね、展望でアップロードする前に、キッチンのドアが閉められて、全部、まあうん、どっちかで死んでると思って、展望か石油側で。で、展望側にアップロードが僕はあったんで、展望側を探して、死体がなくアップロードを終わらせて、キッチン席の方に戻ったら、キッチン席のドアが開けられていたんで、誰が通ったんだろうって感じでした。一応、展望で審査また会ってます。 まあ、白は渡せるかな、お互いに。そうですね。てか、赤のうだったら絶対無理ですね。ドア開けたのが影丸なんだったら影丸がそこを塞いでるか絶対無理。うんだから、ゲンさんも厳しいかなと思うけど。はーい。で、影丸は米サボを直してた。直した。それはそうだね。ネロ影。ネロちゃんだね。これ最終日ミーティング。はいはい。ネロ影の宅になるのか。ゲンさんは確かに。ゲンさんって。 コミュの後。コミュの後ミーティングです。ミーティングか。ドアはね、多分俺が下と右を開けていってるはずだから。左を閉まってるはず。あるシーンは白取れんだよね。うん、大丈夫。うん。テンーードアの閉まり方的に。も無理ーテープタスクやってる時に左から入られたとかじゃあ、もうわかんないけど、まあ大丈夫。ああ、えっとねテープタスク中に左から入るだったとしたら、僕ができるかなシーン様いや、間に合わないと。間に合わないん。 ゲンさんは知らないけど、アルシンは絶対無理。まあ、ネロシンの LINE を終わないんだったらシンプルに駆けまるかなと思うけど。ああ、うーん。まあ別に僕、別にネロちゃんはあるけどね。藤宮ネロを整理させるから。ただ俺はまあ、ミーティング奥に行っちゃってるだけだから。あ、まあそのキリは疑ってないけどね、別に。うん。駆け手がそこっていう儀がないからな、マジでめっちゃ。別にタスクでも絶対勝ってたタスクでもできるよ。 タスクできるはまあいけんならスキップでもいいですけど僕もいけますよ多分 2>, 2分あるで、ね、2分オッケーじゃあスキップでうんまあ別に僕目線ネロちゃん陣害はあるんでよねあのキルを伏見屋がやってるだけで相方ネロちゃんがキルをしてないっていう可能性もある,あるわけなんで 別に藤ネロ二郎って成立するんで。いいとこでも開いたね。お。これはタスクで勝ちですね。まあさっきのなー、展望デッキアップロードがニューロ光じゃなかったら終わってんだよなー。ここに来てニューロにしたことの弊害が。いや最近ずっとさ、ニューロ光いじってるからそろそろ苦情起そう <laughs> ニューロ光バカにしないでくださいね結構使ってる人多そうだもんね。 そろそろ苦情来るかじゃやめとこうね案件が来るかもしれないからリード光から使ってください <noise> むやみな争いはしないんです <noise> <え>はいえっ、ー、とアルマさんはリアクターの左を直してましたはい<で>僕は右直しました <noise> で私は、えー、と宿舎エンジン、えー、とメインぐらいまで走りましたね <laughs> 影丸さんをミーティングに置いてきてるんで俺は絶対に無理影丸さんめちゃめちゃやりやすい位置だとは思うがうああそこそこ僕は無理じゃないですうんまあ一応俺がヌーン乗って右に行くときに影丸1回降りてきてたけど<対>そうだからネロちゃんがひ右あるま左だと思ったから俺はミーティングに行ったんですよ そうで、アルマさんが左直してくださるんだろうなと思って、私は右が直ってなかったんで、ね、アルマさんが左行ってしばらくで。でもこれ左直ってるんですよ。直ってるじゃないですか、ボタンを押せてるってことは。うんうん、僕、降りて、キルして、直して、上行ってボタンはきつくないですか、うん、いや、だと思います。なので私はスキップします。うんうん、あ、こう影丸に入れちゃった。だって影丸さんが危ない、影丸さんがだって人外だったらどの道タスクで買ってるんじゃないですか。だって影丸さんが一番やばいっておっしゃってたん、ね、で、タスク。 僕はあと2個です。場所は言いません。なら。え、さんどっちに言ってましたスキップです。あ、おスキップ。タスク終わない人いないですよね。終わってます。終わってます。いけるね。次で絶対終わる。僕しか終わってない。俺で終わらなかったらかけて真になるから、真っていうか村になるから、ネロちゃんを見つけた場合飲み切ります。はい。僕がタスク終わった以降。いい進行だ。 ああ <laughs> 影ピじゃなかったのか違うんだようん違うけどん、ね、ただ怪しかっただけなんだまあわかんないけどまだア <laughs> ドミン破壊するかもう破壊されてる可能性あるけどちょっとだけ失礼ああ <laughs> やっぱみんな破壊すんだなまあ、気持ちは分からんでもないうぜえもんなだってそれ破壊するわ あと一応影丸バッと原作インポスターって成立すんのか。もしかしたら。一応これ1キル即セリフがあるから、逃げとくべきだったな。キルされないように。まあちょっとミーティングでインキャムーブするか。誰か奥いない,いよね。しら。 ああ魂のチェイスが。ああ、でも即セルフしないんだいや、今のもうちょっと頑張りたかったな。まあ、タスク終われさすがに。おっと <laughs> 配線を最後まで残してるクルーがいるのかもしかして。 マジでごめんなさい。いや、どまどま。惜しい。マ、ま、イ、あ、ファイ,ーイ。いや、もう連打しながら走ってた。ちなみに、私は、あの、暗室で死んでません。<laughs> 俺のセルフだからね。ああ、そうなの藤宮キルちゃんレポートじゃないあれは最初あんだけバカにしてたのは。僕はむしろ普通だと思うって補足をしたんですよそうね。アルマはね。誰ですか